一例プレイリースカートとは、西部開拓時代をイメージした女性用スカートのデザイン。ウェスタンファッションの一種。西部開拓時代をテーマとして、ラルフ・ローレンが1978年の秋のコレクションとして発表したのが最初になる。プレイリースカートは1820年代頃の西部、開拓時代の女性が着用していた手縫いのスカートをイメージしてデザインされた。 全体に少しフレアが入った1列以上のティアードフリルが特徴でフリルの下にはハトメアレースでトリミングされたペチコートがしばしば着用されている伝統的なプレイリースカートはデニムやサラサなどのアメリカ産生地で作られている最も典型的なウェスタンファッションとしてスクエアダンスの際にも着用されるラルフローレンのデザインしたふくらはぎの真ん中までの長さ ボタンの前立て、シングルフリル、スカートより長めのペチコートのプレーリースカートは1970年代から1980年代初頭にかけて大流行した。2005年に再び流行したプレーリースカートは短め、ティアードフリル、ボイルやシフォンなどの軽量の生地を用いていた。それよりも控えめなスリップの入った長めのプレーリースカートや アンダースカートなども流行した。ありがとうございます。